はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。やってきましたメンテ明けからですね、本日3月14日、トノフラコラボですね、やってまいりました。早速ね、ガチャを引きたいところなんですけども、ちょっとですね、ガチャについて説明していこうかなと思います。まずはですね、前半とね後半と、ガチャが分かれてますので、その仕組みからですね説明していこうと思います。前半後半ともにですね、優勝枠と無償枠があります。で、後半の方にも、後半のキャラクターたちの、優勝枠、無償枠があります。これはについてはね、ピックアップが違うだけで、ここのチケットメダル自体は、共通なので、前半でね、朝か、エーリカをね、取れるまで深追いする必要性は全くないです。後半になってね、ルイーズ、ブリジットがね、どうやって取れたの状況によってですね、まあ、こちらが前半取れなかったから、後半で、どう巻き返したかによって変わってくるので、あまり前半はね深追いする必要はないかなと思います。後半はね3月18日にですね、やってきます。で、交換所ですね、交換所で見てもらえればと思ったんですけど、まあ、まだ出てないんですけども、18日からここにね、ルイーズ、ブリジットですね、どっちが先かはちょっとわからないですけども出てくると思います。まあね、みなしごとね戦士のね、天井設定もあるので、それぞれ、このメダルですね、もうこのここにあるメダルがどう絡んでくるかによってねまた変わってきますので、とりあえずはね10連引いても出てこなかったら一旦前半戦は、終わりでもいいと思います。で、後半でねルイーズですね、ブリジットが出てきた時にこちらのね後半のトレ用によってまた前半のね狙い方も変わってくるでしょうし、もしかしたらですねみなしご2天井っていうこともあるかもしれません。先進に天井もあるかもしれません。結局全員メダルで交換しなきゃいけなかったかもしれません。しないということもありえますけど、まあこれはガチャの確率なのでね何とも言えない状況ですね。あまりそんな話はしたくないですけどもね、まあ本当に、10連でね取れたりすることもありますのでね、1回で取れたりすることもありますので、そちらの方にね希望を持ってやってもらえればなと思います。あまりね深追いは前半はしない方がいいということです。ですね。まあね、先進はね、10連ガチャをね、20回しなきゃいけないので、ちょっと重たいですけどもね。まあまあ、それなりの、先進はね、価値があるのでね。まあ、取ってもらえればなと思います。またね、コラボ自体がね、2回目が開催されない限りはですね、このキャラクターたちはね、復刻することもないと思いますので、しっかりと、取っていってもらえればなと思います。そしてですね、まあ、先進はともかくとしてみなしごはですね1回覚醒しないといけないのでですね、こちらですね、こちらにね、収集イベントの交換所がありますので、こちらの方で取ってもらって、25枚なんですけどもね、ちょっと足りないですけども、なんとか金のピースをね、集めてもらって1回、覚醒してもらいまして、全てのイベントを見てもらえればなと思います。まあその前にねカティアが1万個ですね、1万個あるんで、これがねちょっと辛いので、この数集めるのは結構面倒だとは思うんですけどもね、
集めてもらえればなと思います。そしてですね、まあ、順番が逆になったような感じなんですけれども、こういった感じで、グループを組んでおります。なんじゃそらと、わからないかもしれないですけども、このねマークを見てもらったらと思うんですけど、このマークはイベントをね、ボーナスキャラクター出しで、これですね、これになります。ボーナスですね。で、ボーナス1としてみなしごと戦士がね、 SR のみなしごと戦士が対象となっています。ネモの獲得数 10% アップ、フラグメントの累積的ドロップ率アップということで、それぞれアップしていきます。でボーナス2として、SSR ですね、 SSR のキャラクターたちですね。こちらがネモが 20% アップ、中ドロップアップですね。カティアも先ほど見てもらいましたように、交換所でイベントの交換所でねもらえますので、揃えていただければなと思います。そしてボーナス3ですね、こちらがガチャですね、ガチャの SSR ですね、 SSR ですね、アサカ・ブリジットですね。ネモが 25% アップで、フラグメントの累積がドロップ率大アップですね。そして先進が、リカとルイズですね、ネモの獲得数が 30% アップ、フラグメントの累積のドロップ率が特大アップということになってます。なのでこういったキャラクターたちがね、ボーナスキャラクターたちがで編成するといいということになります。まあ編成についてなんですけれども、これだと分かんないな、一回リセットしてこういう風にねたくさん出てきます。もちろんね、始めたばっかりだとこのキャラクターたちがね、少ないから出ないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあこういう風にしてフィルターしてもらってイベントボーナス割にすると対象のねキャラクターが絞られてくるので、こういった感じで編成してもらえればなと思います。まあ先進に関しても同じくね、こういう風な感じで編成しております。まあ召喚ね、メインのねここに置かなくても召喚しなくても、グループの中に入ってさえいればいいので、まあ SSR たちの中にね SR が入ってるので、まあ5番目かなといった感じになります。まあこのね今のところはこのキャラクターたちで私は進めていくかなと思います。まだねイベント自体を始めてないのでね、こんな形になっておりますですね。まあボーナスもねありますので、しっかりとボーナスをいきましょう。で、イベントのねシナリオ自体はおそらくは、ハードで終わりだと思うので、このキャラクター私はこのキャラクターたちでだけでもクリアできるはずですね。それ以上になってくるとねちょっと、本気の編成でいかないと無理なこともありますけどね、このキャラクターたちで、ハードまではシナリオは全てクリアできると思います。うん、なるべくならね強いキャラクターたちをまあ入れておいてから、編成した方がいいのは間違いないですけどね。で、まあおさらいとして、ガチャは前半のガチャは深追いしない、もう朝かもしくはルイ、エリカがエリカですねが取れなかった、どちらかが取れたらそれで一つ、止まる、最低でも10連ガチャを10回までしかやらないっていう感じで、1回は止めておくということにしてもらったらと思います。で後半になって、後半のキャラクターですね、ルイーズ・ブリジットですね、こちらが出てきた時にどうガチャの結果次第でな変えてもらえればなと思います。本当に前半は不可応いはしない、こっち本当に元気です。で編成もしっかりとね、ボーナスキャラを含めつつ、進行してもらえればなと思います。他にもね、通常クエストとかもねありますけどもね、今プレイヤー経験値が2倍で、AP ね2分の1なので AP っていう
っちの体力ですねが2分の1なので、まあ、こちらのストーリーも進めていってもらえればなと思います。まあ、イベント自体もね、イベントボーナスキャラクターの経験値は 300% アップなので、そちらの方でもイベント周回した方してもいいと思います。開催中のイベント後ですね、このイベントボーナス後ですね、経験値が 300% アップなので、このキャラクターたちは、300% アップします。先進については育成でね、出ないと経験値はアップしないので、みなし子だけはねこういう風にして、このキャラクターたちで編成していけば強くなっていきます。でですね、あとそうですね、このみなし子デイリークエストですね、デイリークエストで先進の強化クエストでですね、ありますので、これをクリアしていけば、まあ、先進が強くなるアイテムが、1日2回ですね、2回ありますので、こちらの方でドロップ、鍛えてもらって、まあ、選手を強くしていただければなと思います。まあ、ちょっとね簡単ですけども、これで、動画を終わりたいと思います。ワンポイントになったかな、まとまってないな毎度のことなんですけども、はい、ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスト話題。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスト話題。